新型コロナウイルス感染症対策本部会議後に市長から市民の皆様に向けてメッセージをお願いしています、はい、市内の最近の感染状況はどうですか。はい、岡山市では本日の新規感染者が460人に上りました。これは年度末の移動や春休みなどに伴う人流の増加等により感染が急速に拡大している状況だと言えます。感染拡大防止のためにはどうしたらいいですか。まず感染拡大を防止し、社会経済活動を継続するための切り札、これはワクチン接種しかありません。しかし20代から50代の3回目のワクチン接種は、接種券送付者に対する接種率約半数にとどまっております。接種が進んでいるとは言えません。ではワクチン接種を進めるために市ではどんな対策を行っていますか。はい、岡山市ではまず医療機関として約400の機関がワクチンを打っていただいています。また市としての接種促進としては4月8日から市の集団接種会場において平日17時から21時までの夜間接種を開始しました。未接種の方におかれましては仕事帰り、また学校帰りにご利用いただきたいと思います。また本日市内企業や大学等の従業員、学生等を対象に市の接種会場において集団予約を実施することとしております。今日からもう受付を開始しております。詳しくは市のホームページにも情報を掲載しておりますのでよろしくお願いいたします。またワクチンの予約枠、実際上予約まだ余裕があります。皆さん方来られるかワクチンを打とうと思われる方積極的な対応をお願いしたいと思います。またこの3回目ワクチンですけども感染予防効果非常に高くなることが示されています。ぜひこの推進にご協力をいただきたいと思います。では最後に感染拡大状況の中でどういったことに気をつけたらいいですか。そうですね、もう2年間ずっとお話申し上げて続けてます。手洗い、マスクの着用といった基本的な感染防止対策の徹底を引き続きお願いいたします。また先ほどはワクチンの医療機関の話を申し上げましたが320箇所の医療機関で PCR 検査もできる体制が整っています。発熱や喉の痛みなど少しでも症状があれば早めに医療機関を受診していただきたいと思います。市長ありがとうございました。はい、よろしくお願いいたします。